キットマン北海道探索チャンネル、今回は札幌駅北口近辺を観察いたしました。まず最初の事故物件でございます。ここの9階で硫化水素 GP がありました。そして一番上から東進 GP がありましたと。まあ事故物件とは書いてるんですけどもね、まだやってる感じでございます。札幌駅からね、もうほんと歩いて 1,2 分のところにあるのでね、ビジネスマンなんかが多く宿泊してると思います。今日はね、もちろんコロナの、真っ最中なのでね、埋まってはおりません。こちらのホテルも飛び降り GP でございます。今日見たところは一人も泊まってないようですね。続いてはこちらのホテルでございます。飛び降り GP があり、地面に脳みそが散らばっていたと書いてありました。まあ何度も言っておりますが、某、サイトを見てですね、私が観察しに来ているというお話なので、完璧に全てが合っているということは保証いたしません。それは全ての投稿動画にも言えることでございます。もし本当に気になるという方は、直接ね、大家さんなり不動産なりに、お問い合わせしてみるのが一番早いかと思われます。さらにこちらの物件でございます。1階に郵便局が入っております。ここも飛び降り GP でございます。このね、札幌駅北口方面はまだ古いアパートもわずかに残ってあったり、古い老朽化したマンションもね、結構あったりするので、もう10万ぐらいいくのかなと思ったら、結構ね、5、6万とか、わりかし札幌駅目の前なのに安かったりするんですよね。実はね、さらに安いところがあるわけですよ。行ってみましょうか。続いてはこちらの物件でございます。この物件はですね、とある人物がワンフロアを貸し切って他の住人をつきまとったり、居住地に入ったりして嫌がらせをするらしいです。で、1階にテナントがあるんですけれども、そこのお店も嫌がらせをさせられて、退去したと書いてありました。なので家賃が安いと書いてありました。で、家賃を見たらね、2万8000円とかなんですよね。2万8000円とか、いかがですか。付きまとわれる可能性、自分の部屋に勝手に入られる可能性はあるけれども、2万8000円、しかも目の前にコンビニ、札幌駅ヨドバシもありますからね、めちゃくちゃいい場所だと思います。2万いくらで住めなら、勝手に入ってもいいから俺はちょっと住みたいかなっていうのは感じますね。さあ、次の物件を見てみましょうか。続いてはこちらのマンションでございます。ここは一番上の外の階段で首吊り GP をしたと書いてありました。で、家賃は4万いくらですね。4万円台で札幌駅徒歩 1,2 分ってすごいっすよ。しかも雰囲気的にもね、なんかおしゃれな感じはありますよね。ここもなかなか私の中ではおすすめです。この動画はですね、事故物件を気にしないのであれば安く住めていいよねっていうね、そういう動画でございます。別に心霊を騒ぎ立てるとかね、そういうことではございません。いかがでしたか皆さん、住みたい物件はありましたか。そんな感じで札幌駅北口付近の事故物件でございました。またお会いしましょう。ありがとうございました。